せーの、どうも、ゆめつづです。チャンネル登録1000名様ありがとうございます。でも風船が1、買い間違えた、買い間違え1、2個買ってしまった。ではこれからは1個1の積み重ねを大事にして、また次のステップへっていう意味だよね、はい、そう、そういう意味で買いましたね。で、今日は何をするかというと、インスタグラムで募集させていただいた質問コーナーに答えていきたいと思います。やった。全然質問来ないと思ったら、そうだね、めちゃくちゃ答えてくれて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全部答えられるかわかんないんですけど、やっていきたいと思います。レッツゴー。ゆめつづ、一つ目ね、二人の馴れ初めを教えてください。二人の馴れ初め、どちらが答える？メイン。はい、私たちは同じ大学で1年生の時に同じ授業を取ってて、そこで出会ったんですけど、その時コロナ禍で、ズームの授業だったので、画面の中で出会いました。はい、それがね、一番最初の初対面。でもなんかコロナだったので遊んだりとかも全然できなくて、1年後ぐらいかなに遊んだのがきっかけで仲良くなって、そこから2人でも遊ぶようになって付き合ったって感じですね。僕から告白しました。初めてその会った時はさ、やっぱ画面上の人だったから、もうテレビの人みたいな、みんなそうだったんだけど、みんなテレビの人と会えたみたいな感じだったから、ギャップとかあったよね、身長とか、そうだね、そうだね、めっちゃちっちゃいって言われた、ちっちゃいって言われてたね。っていう感じかな。そうだね。2つ目、はい、お互いの好きなところは何ですか？お互いの好きなところ、じゃあ私から。はい。ゆうしんくんは口下手だけど言葉で伝えてくれようとするところが好きですかね。ありがとうとかごめんねとかがちゃんと言える人が好きなので、長く一緒にいてもなんか言わなくても伝わるじゃなくて、言葉にして伝えるっていうのができるところが尊敬してて好きなところです。はい、じゃあ次行こうか。おー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 、何か何か。いや、僕の目のいい好きなところは、なんか見た目まですごい清楚系じゃん。すごい製造系なのに、なのにめちゃくちゃ面白いところ、もうボケまくる感じな、そのギャップがすごいいいなって思いました。なんか一緒にいてすごく楽しい。ありがとうございます。ずっとお互い笑ってるじゃん、常に。そうだね、一緒にいて楽しいから好きです。飽きさせない自信はありますかね。飽きさせない。です、カットです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3つ目、大学生カップルのおすすめデートスポット。メイはおすすめスポットではないんですけど、お互いが全く行ったことのない駅とかに何も調べず降りてみて、2人でこう散策するとかも結構楽しいかなって。意外となんかこうおしゃれなカフェがあったりとか、いい感じの公園があったりとか、ノープランでっていうデートもたまには面白いかなって思います。それやってみたいね、面白そう。うん。僕は楽しかった、もうやったことある、動画にしたことあるやつで言ったら、江ノ島、2人で動画で行った、ドライブで行った江ノ島はすごい楽しかったかな。そうだね、海とかさ、ドライブするの結構楽しいじゃん、あれ楽しかったよね。海とか山とか自然好きだよね。自然系が楽しいかなって思います。そういうのが好きな人とかは絶対外さないデートだよね。4つ目、今までのデートで一番の思い出の場所はどこですか？いつも応援してます。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまで。おかげさまで。おかげさまで。思い出の場所、2人の思い出の場所はもう絶対あそこで。せーの、石垣島。確実にね。私の去年の誕生日の時に2人で行ったんですけど、2人が行きたかった場所なのもあったし、非現実的すぎて。そうだね、もうまた行きたいよね。また行きたい。うん、本島にも行ってみたいしね、沖縄のね。本当に夢みたいだったね。うん、夢だった。夢だったのかな。夢だったのか。夢だったのかもしれない。いや、すみません、夢だったので、ちょっと他の考えはない。動画も見てほしいね、石垣島、石垣島、石垣島。そう、めっちゃ出してるんで、行くっていう人も結構参考になるような感じの動画になってると思うので、回り方とか、おすすめスポットとかね、ぜひ見てほしいね。そうだね。
旅行じゃないって言ったらさっき言った江ノ島デートとか、うん、思い出のデートかな。はい、次5つ目、同棲されてるのですか。同棲はしてないです。してないです、はい、今お互い実家なんですけど、うん、前ユシンが一人暮らししてた時はお邪魔させてもらったりとかしてたんですけど、うん、いつかはしたいけどね。そうだね、したい、うん、いつでもね、いつでもね、できる時にしたいですね余裕があればね。はい、余裕があれば、はい、余裕がありましたですね。6つ目、はい、2人ともめっちゃ可愛くてめっちゃ好きです。2人の服よく買うブランド知りたいです。恐れ多いです。よく買うブランドか、これが好きみたいなのあんまないかもね。お互いがよく見てるのは ZOZO タウンとか。 ZOZO タウン決まったブランドじゃなくてこういうの欲しいなで調べて買うみたいな感じな。ああ、そんな感じだね。たまにこうお気に入りのアイテムがあって、うんうん、ちょっと頑張る時はあるんですけど、高い服ばっか買うとかはないですね、うん、そうだね、うん、ですね、ですね、うん、うん、すいません、むず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 しちゃった。はい、7個目、韓国アイドルで好きな人いますか。あ、すいません、あの私たち時代の波に乗り遅れて韓流を通らずに生きてきてしまったので、あんま知らないっていうのが現実。でも最近めっちゃなんかインスタとかに流れてきて可愛いなと思うのは、オニョンちゃん、オニョンちゃん、オニョンちゃん、オニョンさん可愛いなって思うんですけど、どこのグループとかは知らなくて僕も分かんないな、はい、すいません。ジョングクさんがかっこいいと思うよなんてジョングクさん、あ、ジョングクさん、ジョングクさん、うん、BTS の、 BTS の、あ、かっこいいね、うん、うん、あ、でも韓国ドラマとかめっちゃ見る。あ、めっちゃ見てるね、うん、作品のサムネで良さそうだったら見るみたいな感じなんで詳しいとかじゃないですね、うんうん、すいません、すいません。8つ目、何のアルバイトをしてますか。じゃあ、よしから。僕は、スターバックスでバイトしてます、うん、あの緑の袋もすごいずっと着たかったから、うん、高校から憧れでやっと働かせていただいてます。うん、いいね、うん、私は今はしてないんですけど、つい最近までユニクロでちょっとだけバイトしてて、その前は結構いろんなことしてた、うん、カフェとか接客とかも、うんうん、ね、めっちゃあるよね経験ね、うん、なんかいろいろやってみたいだから、なんか学生のうちしかなかなかできないって思ってたから、うん、掛け持ちとかしながら、うんうん、一個一個長くやってきたかなって感じです。すごい、いや、すごくないですか。9つ目、恋人にオタクを打ち上げた時期は付き合ってどれくらい経ってから言いましたか。あ、ユシンのジャニーズかな。付き合う前から知ってたよね、うん、俺が平成ジャンプ好きだってことは、うん、曲とかもね、目覚えてくれたりしてね、うん、なんか一緒にあのライブ行ったりとか、うん、動画があってるんですけどとかも楽しかったから、打ち明けるっていう感覚ではなかったよ、うん、あ、そうなんだみたいな、そうそうそう、結構フラットに受け入れたって、受け入れることでもないってなんか別に、あ、そうなんだそうなんだ最後10個目、夢の続きの由来は何ですか。この質問はもう始めた時からあったね、うん、説明できますか。じゃあ言うか、はい、まずは頭文字のユーシンとメイのメイをつけたいねみたいな感じのスタートから始まって、うん、夢のとかいろいろ案とか出して、その夢の続きをどん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 俺らの思い出をどんどん発信していくみたいな、うん、残してって続きを、うん、続きをバトンタッチで、まあさっき慣れ初めの話でもあったように、なんか一回出会ってから、まあ、コロナとかで期間が空いて、うん、また仲良くなってっていう風に、なんか私たちのこの再会みたいなのも、うん、なんか続きっていう一つの意味に込めてるし、なんかいい夢の続きが見たくなるみたいな感じで、うん、なんかまた見に来たいなって思ってもらえるような動画を出せていけたらいいねっていう話をして、うん、夢の続きっていうのが自分たちの中でしっくりきて、そうだね、まあちょっと夢の続きって言いづらいかなっていうのでギュッとして夢続くカップルっていう感じで、うん、でも夢の続きっていう名前を大事にしたかったから後ろにつけてるって感じです、ね、うん、これからねどうなっていくか分かんないけど、うん、夢の続きっていう名前はずっと使っていきたいなって思ってます、うん、結構ね DM とかくれるとき夢つづって言ってくれて、なんか嬉しいよね、うん、夢つづって呼んでほしい、呼んでほしい、うん、ありがとう、ありがとうございます、伝えてくれてありがとう、あ、いえいえ、伝わりきれてますか、大丈夫ですか、うん、はい、言いたかったことあってますか、あってます、あってますか、はい、ありがとうございます。番外編で
応援メッセージもたくさんいただいたので、うん、読んでいきたいと思います。はい、お願いします。いつも素敵な動画を届けてくださり、ありがとうございます。何週も見てます。どう、何週もありがたい。ありがとうございます。本当にいつもいつも。いつも応援してます。これからも動画更新楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って更新します。他にもね、いっぱいコメントとか質問いただいたんですけど、読みきれなくて。申し訳ないですけど、たくさん本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。本当に一人一人のおかげでここまで来れたので、うんうん、ペースはゆっくりだったかもしれないですけど、ここまでね、うん、続けてこうやっていろんな人に見てもらえると思わなかったので、うん、あのコメントとかは全部あの見て返したりしてるので、よかったらこれからも応援してもらえるように頑張ります。頑張ります。今、はい、の時にでも見ていただけると嬉しいです、ね、じゃあちょっとあのゼロの風船買ってきます、はい、写真撮りたいからね、写真撮りたいんでちょっと、うん、はい。じゃあ今日もね、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。また見てもらえるように頑張ります。頑張ります。改めてチャンネル様ありがとうございます。本当にありがとうございます。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 これほんまこれ、せーの、バイバイ。バイバイ。バイバイ。せーの、買ってきました。改めてありがとうございます。頑張るぞ。おうおうおう、せっ